はい、工房節の永田です。サビと書いて節と呼びます。はい、画像に映っているこちらのね、コプタ工房さんのペンシルと、まあ、工房節のペンシルが、まあ、非常に似ているということで、これは模範ではないのかということで、まあ、裁判になりますよというお知らせをしたんですが、9月の20日より山梨県甲府市の方の裁判所で、まあ、裁判が始まります。僕も初めて知ったんですけど、これ裁判っていわゆる訴えられた側、被告側の地元でやるのが普通だそうです。僕もこれちょっとびっくりしました。この辺社会で習ってないなぁと思いながら聞いてたんですけども、で、まあ、最初は必ず裁判官の下で、まあ、こちらの弁護士、そして私も行こうかなと思っておりますが、あとは、向こうは、小田工房さん側は多分、弁護士さんだけで大丈夫だということなので、多分、弁護士さんしか来られないと思いますが、まあ、最初に、まあ、やりますよということを宣言して、まあ、起訴内容、起訴じゃないか、その訴状のね、内容を全部確認して、で、その後、いわゆる質疑応答、まあ、弁護士さん同士になると思うんですけども、その辺が半年間ぐらいかけて行われるということですね。それも全部その後リモートだそうです。で、その後ですね、弁護士さん同士のやり取りが全部済んだ後に、いわゆる皆さんが知っているテレビで見るような、まあ、原告、まあ、僕と、そしてまあ、小田工房さん、まあ、被告側が来て、まあ、あとは証人とかね、呼ぶんだったら呼ぶということで、まあ、裁判官の前で、まあ、質疑応答とかをするっていうのが、まあ、多分一度行われるだろうということで。多分それはあるんですけど、多分ね、今コロナ禍が、ですので、多分一般の方は多分入れない状況だと思いますということを言われました。なのでね、まあ、その後結果が出ていくわけですけど、大体約これから1年ぐらいかけての裁判となっていきます。もう本当、皆さんにはね、忘れた頃にこんな結果が出るのかっていう感じなんですけども、裁判それぐらい長いということと、まあ、精神的を含めて労力を使うということと、ものすごいお金っていうものがかかってしまうっていうことが、まあ、本当にわかりました。まあ人生経験として、まあ、こういうことがある、あんまりあってもよろしくないんですけど、まあまあ経験の一つとして捉えたいかなという感じでおります。またね、ちゃんと結果が出ましたら、このように YouTube、ブログ、並びにね、まあそういう発信できるもので皆様にお伝えできればなと思っております。ではではまたよろしくお願いします。